思いはね、常に何かを求めていたいと、それで何かを生み出したいという気持ちでやっとるんですけれどね。どういう家康公がいいかって、何しろ有名すぎる方ですので、いろんな皆さんに思いがある。それを、一つにまとめて、これが家康ですよということが果たしてしていいものかというところから、少しね、しっかり取材しなきゃということを思って、1年近く、取材を重ねて、ただシーツというものが合ってないようなところがありますでしょ。でやっぱり歴史っていうのは勝者の歴史でね、別な立場から見るとそんな人じゃなかったということもありますから、その辺のところでの、どこを落としどころにするかということはとても気を使いましたね。岡崎の小学生からお年寄りまで、ほとんどの方がね、馬に乗った気、その騎馬像がしたいという要望なんですね。木曽馬ですとかね、そういう日本固有の馬に皆さん乗ってらっしゃったし、その後江戸に近づくに従って、大きな馬もですね、モンゴルの方から入ってきたというんですけれども、市民の方たち、特に若いお子さんたちは、馬といえばサラブレット、ああいう足の長いね、スラッとした、そういうものがいいと、まあ、結果はご覧のような理想的な馬の姿に出来上がって、かっこいいということが最も大事だと。東岡崎駅という駅前というのは、とてもね、空の広い空間ですので、その広い空間を意識した時には、いろんな装置、矢ですとか馬ですとか、何かあるといいなと思ってた時に、岡崎の方たちのアンケートの中で、東海一の弓取りだというふうな注釈もありましたので、まあそういえば岡崎っていうのは、その中心が矢作川だなと。矢作って矢を作るってね、地域で矢が作られてたということは、僕も小さい時にね、少し弓を引いたりして、矢作の矢を使うととても素直に飛んでくれると。岡崎の地に弓は似合うなと。その矢もね、人を狙いを定める矢ではなくて、号令をかける、その当時の大将が自分で矢を引くってことはなかったと思うんです。誰かにさせたと思うんですけれども、それも彫刻言語として、そういうこと形で、一点で見せるためには、そういうことも必要かなと思ってやってみました。最初お話しいただいた時に、このアトリエなかったんです。隣にある、これの半分のアトリエがあるんですけれども、ここでできる大きさでいいという話で始めたんですけどね、我らの町に置くものは日本一でやりたいという、その市民のやっぱ思い、とりあえず数字的に日本一というと、日本一大きいものが皇居前にあると、それ菊池にもほぼ同じ大きさのものがある、でちょっと小さくなりますけど仙台にあるというのをずっといろいろ見させていただいて、あれよりも大きければとりあえず物理的に日本一だろうと
そこから始めて、その間にまず10分の1をやりながら5分の1をやり、それで実物大にするという3段階でやりましてね、まあなんとか完成にこぎつけることができたということです。焼き物をやりたければ基礎となるね、造形を一度ちゃんと把握しろと、勉強しろということを、先輩たちから教授を受けて上京しようと、いろんな方に出会いがあって、いい先輩先生たちに恵まれ、本当に偶然が偶然を呼んでですね、いいチャンスに恵まれて今に至っていると。卒業して助手として残れと言ってくださったもんですから、学校に2年残りましてね。でただその当時学生運動が盛んで、私が卒業し勤めた学校がロックアウトに入りましてね、その当時の東京は本当に騒然としてましてね、また郊外も盛んな時でね、いる場をなくしたというか意味をなくしましてね、これは田舎へ、とりあえずね避難しようということで帰ってきて、それがちょうどね名古屋にも大学ができる時と重なりましてね、どうだってちょっとの間長く勤める気は全くなかったんですけれども、まあ数年のつもりが40年もいる形になりましたね。焼き物でレリーフを中心とした作品を作って、それを世界展開したいんだとおっしゃる方がいらっしゃって、夢のあるワクワクする話だったんで、あそれいいですね、立ち上げからさせていただいた。北は北海道から南はシンガポールまで、ソウルも行きましたし、それからシカゴまでも行きましたよね。いろんなところへ作品を作って、そこを収めて15年間ぐらいさせていただいたんですが、ちょうどね地下鉄をソウルと釜山に同時に作るんだという話があって、階段でね地下へ降りていく、その踊り場に陶壁を置きたいという話があって、2年間毎週釜山ソウルに出かけていきましてね、毎週ですよで、その制作に携わらせて、いただいて、やりきったなという気も疲れもありましてね、まあ、この辺りで、焼き物から手を引いてもいいやと、まあ、少し彫刻に専念しようかなということで、彫刻を主体にやるように、それまではね壊れるものは何でも作ってました。中国本土は何度も行きましたけれども、もっと西の中国であって中国でない地域へ行ってみたいなと、1年3ヶ月ほど向こうに逗留させてもらって、これは僕にとっては、生まれ変われた転機でしたね。今までこう大事にしてきたというか培ってきた価値観を全部覆してくれた時期でして、僕は17歳8歳で東京へ出てった、6年ほどおったんですけれども、これと
58歳で出てった1年3ヶ月間と同じぐらいのですね、生きてきた中での大きな節目になりました。僕はもう時期80ですけれども、実はこれからだと思ってんですよ。だからそういう意味でのね、いい機会を、その2回の経験がなければきっとなかったんじゃないかなと。イエスを代表とする三河の人たちが何を大事にしていきたい、いるかなっていうことを考えた時に、4つの言葉に集約させてみたんですね。三河特有の忍耐力ですとかね、厳しい環境を乗り越える知恵ですとかね、並外れた武力ですと、武将的技術ですね。それを形にしながら4年間かけてイラス構造、騎馬像を作りながらそれも作っていた。でそれはもう一つ大きな目的がありましてね、家康公の作品の脇に家康がなぜ天下統一にたどり着けたかということを形で示すため の像をその脇に置きたいなと。まだ実現してないんです、実はね。でも僕はいつもそうなんですけれどね、思ってればいつかは実現するだろうと。いずれ今立ってる像の脇に4点が並ぶように生きてるうちになるかなって思ってるんですよ。何か次のテーマをということを考えた時にふっと浮かんだのが放火。放火って何かというと呪しですよね。その呪しって何だろうと、紐解いていけば、戦争につながる、その戦いの象徴が放火だろうと。じゃあ戦いのない時代のために絵を表記してもすんなりと理解される題名の方がいいだろうということで、放火の駅を求めてっていうことで、これも最初から4部作にするつもりでね、毎年正月に、お伊勢さん行って雅楽の方のをさせていただくんですけれども、雅楽のスタイルはどこから来たんだろうなということをいつも考えてたんですね。あれは半島の武将団のスタイル、それが日本へ流れてきて、そういう戦う衣装からその舞う衣装に変わってたんだろうなと。これ想像です、分かりません、けれどもそんなイメージを受けたもんですから、それをもう一遍ね戻してやろうと。戦えるスタイルまで戻してやれば、彫刻の形態としても非常に、こう理にかなったものになっていくんじゃないかなということで思いついて作ってみたのがあれなんですよ。どういうふうになるか分からずに始めたんですけどね、やりだしたら面白いの。衣装をつけると中の人体構造っていうのは見えなくなるのが普通なんですけれども、見えるような工夫をしながら、でもそのコスチュームの面白さ、それから空間の支配力をつけることができるんではなかろうかなと思って、最初1点でもいいと思ったんですけどね、雅楽舞は1人は舞う場合、それから2人でやる、それで4人でする場合があるんですね。1人やってもう1つやってみようしたりで、3つっていうのはないから4つまで行かなきゃいけないって言って4点まで
4点目が一番難しかった。同じものを並べたってちょっと面白くないでしょ。4点関連づけて空間を支配しなきゃいけない。それを全然別個に作って4点並べたらどうなるだろう。まだ並べてないね。実はね、その中心にやっぱし置くもんが必要だなと。そうこうしてたらね、谷村新司が死んだというニュースを聞いた。彼の世界観の中にね、僕が先ほど言った東方の空気感があるような気がして、ずっと前からそう思ってたんで、で5点目はスバルとつけようと、ということで僕は次の作品がこそと思って作るんですけれども、この作品が最後かもしれないととも思って作るって最近はねそう思ってるもんですから、この仕事を最後と思いながら、しかも新しいものに挑戦してみたいなと思って、でとりあえずタイトルは決まったと。ということなんです。